界スライムとつららスライムを配合します。そうすると何ができるでしょうか。スライムマデュラちゃんというね、なんかゴールデンスライムの弱いバージョンみたいな、弱いバージョンでいいんだよねこれ。てかゴールデンスライムってこいつ2体とできるだよ。こいつ2体合体すればゴールデンスライム、どうなんだろう。ちょっと俺ねあんま詳しくないんだよね。お、時々っすから。へえ。でね、全体回復、メガパワー、 MP、 なんかどうしようあんまりさスキル考えて育ててなかったからさ、とりあえず作ることだけ考えてたから、どうしよう。まあでもスキルはね後から合体させて強くすればいいんだよ多分。これで OK でしょう。あんまりね攻撃力強くないんだな。プラス42でこの攻撃力か。まあいいでしょう。この子たちはこんな姿になるとはな。あ、意外とプリプリしてんだねこれなんかさゴールデンスライムとかってさ平べったく思うじゃん。意外とプリプリしてんだねこれ。どうしよう。名前、マディオにしよう。マディオ、あ、マダオにしよう。マダオ適当です。マダオ、 OK。 なんかかっこいいじゃん。で今ねパーティーがねちょっとおかしなことになってるんですよ。もうかれこれ20時間ぐらいやってるんだけどね、これか。今まで主力だったやつが一体もですね変わってないというね。一体も変わってないで、カイザードラゴンテオちゃんが生まれてきました。こいつはねなんかかっこいいから使ってる。もう頑張って MP もね高くしたよ、ユニコーン使って。で今こいつ作ったでしょ。でねこっちの中に主様ってやつがいるんですよ。まあ、これはなんか昔から俺使ってて、なんか確か全体攻撃をしてくれるんだよね普通の攻撃で。でメタルスライム系を一発でボーンと全滅させることができてたのでまた作ってみたんだけど、まあとりあえず B プラス12っていう、本当作りたてですね。カイザードラゴンとギガンテスで作りました。であとはまあこの辺から変わったのっていうのは、伐採マンっていうのかな、伐採マシーンを2台作った。でなんだっけな、なんかとねなんかを合体するとね何かができるんだよ。そりゃそうなんだけど何かと何かを合体、キラーマシーン系統の何かをね混ぜると確かなるんだけど、なんだったっけな、キラーマシーンとこいつにみたいな、っけあれなんだっけな、忘れちゃった。ちょっと調べてこなきゃな。俺あんまり攻略見て配合とかしない人なんでなんかこの辺は結構グダグダしてると思いますが、まあ行きましょうか。いやーこれで屋上行って、 あと今カイザードラゴンに乗ってるんだけど、これねすごいんだよ。速いの、足が速いのにでかいし、範囲も広い、攻撃のもう本当に文句なし。でもねこいつ狭いとこだとねちょっとこいつに襲われるんで、よいしょ、いいね。でこっちはなんだ、あ、こいつは変わってね。でねバロンナイト、これがねすごい優秀でめちゃくちゃね配合に使えるんですよ。でここに扉があったのでこっち行きます。これまだ見てないから、なんだろう、ステージクリアすることにメタルエリアのね使える時間が長くなってる気がするんだよね。予約隊のアクセスを確認、記録された会話録、お、出た。あ、そうだ、前のさ動画でさ俺さバーディーがさあの女の子俺の嫁だっつってたけどさ俺本当にバカだな、モンスターと結婚する羽目になっちまったぜみんなのコメント見てさ、あっちはやらかしたわっつって思ってた。あ、出た。うん、監獄島はマザーの下僕であるブレイクモンスターを生み出す工場。確かに放置できる場所ではない。でも一人でのめり込む乗り込むのは考え直して、クイーンヒロと合流してからならきっと。これどんどんさ追ってきてるんだよねこの会話のとこ。あんたは本当に心配性だね。大丈夫だって、心配やらないよ。ルキア、お前実際死んでるじゃねえかよお前バカ野郎完全にここからもう相当前からフラグ立てまくってたんだな。あんたの能力を信頼はしている、だけど悪いことが起きるかもしれない。あ、まだこの女の子は謎の少女っていう名前なんだね。絶対にクンヒロは助けられる、見つけて必ず助け出す。だから焦らないでルキア、もう彼を失った時みたいなことは、うん、この女の子この方がちょっと優秀っぽいね。ばっちゃんは年の割にはぬるま湯に使ってきた感あるお、過去編だ。
俺この画面意外と好きなんだよね。これバーンってなってるの。おお、そう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 。うわ、めっちゃ割れてるじゃん。なんだ、一番後ろのやつ誰だ？アークデーモンに？くそしつこいやつらだ。このままだといずれ追いつかれる。どうするの？これ俺だけ置いていくパターンか？やっぱり？なんかことごとく予想が当たっちまうな、このドラクエシリーズ。おーい。俺が大人になる。その間にお前たちは逃げるんだ。あなたがいないと。大丈夫だ。問題ない。なんかこれ懐かしいセリフだな そんな装備で大丈夫か 不死身の暗説。やっぱこれ俺なんだね。これクンヒロじゃん。おい、ここで終わりかよ。もっと見たい。続きが見たい。そのためにストーリーをやるんだな。てかもう気づけよ、自分だって。これ主人公。停止した移動装置の存在を確認しました。利用可能な状態スイッチを切り替えます。これラスト面じゃない？あ、違うか、コアがラストか。次火山っつったっけ。火山の次がラストか。おお、いけるんじゃない？これ。ほう。おお、何も変わんねえな。危ねえな、ここ落ちるじゃねえかよ。ん？おお、なんだなんだなんだ、なんかいるぞ。ほら。え、何これ？メタルドラゴスライム？ドラゴメタル。え、ちょっと待って、これ逃げるんじゃね？普通に。わ、しまったな。もうちょっとバレないようにやっときゃよかった。これ強いのかな？俺今までメタルエリアでは戦ったことないね、この子は。いけ。わ かってたよ。だからもうね、背後から狙わないとね、速攻で逃げるから、メタル系。メタルエリアでも、基本的に今、メタルエンジェルだっけな、エンジェルメタルみたいなやつを倒してるんだけど、まあ、背後から殴ってピヨらせてから行かないと、大体逃げるから。まあ今のはしょうがないことだね。でもここってもしかしたらレベル上げに使えるんじゃない？お、ちょっとお金使わなくてもレベル上げに使えるとこが見つかったぞ。これで妖精さんも取ってこれば相当いいんじゃない？まあもうみんな多分進めてたら知ってんのかな、ここ。あ、いたいたいた。あ、いやー どこまで落ちるの お、着地したぞ。待て待て待て、思わぬところに着地したぞ。これ、ここはどうすりゃいいんだ。え、これ積んだんじゃね？あ、いけたいけたいけた。危ねえ。普通に俺ゲームオーバーかと思った、今。あれ？これいけねえぞ。おい、これ飛んでから来るとこじゃねえか？ おいおいおい。これもしな、俺がな、ルーラー使えなかったらどうすんだ？あ お前羽でっけえのに飛べねえのか。あ。どこよ？なんか違うとこに落ちたぞ。スカラング。なんだここ。なんかわけわかんねえもん 多分ゲームもなんでお前ここにいんだよって思ってんだろうな 逆にわけわかんねえって言われてんだろうな、これ。ここから行けんのか、なんか。お、なんだなんだなんだ。これどこに繋がってんの？やべ、全然、ちょっと冒険しちゃってるよ、今俺。ん？どこだこれ、本当に。この下は？あー、なんかすごいとこに来てるね、俺今。ちょっとあの穴入るか。あの穴入って、で、ルーラーでもう一回上に戻ろう。これ飛べるようになったら、ここも来れるんだよね。ぴょんぴょんぴょんっつって。入れねえのかよ 明らかに入れるようなものじゃねえか、これ。入れなかったわ。じゃあ屋上もう一回戻るわ。いやー、しまったな。余計な時間を食っちまったぜ。戻って。ここカットしてないからね。ちょっとすぐ動画上げるつもりで撮ってたからさ。カットを入れるとね、1時間ぐらい動画の投稿が遅れるんよ。え？こっちか。
いないね。あ、出た出た出た。まあ、いいや。あいつはもうちょっと戦うと落ちるから俺が。よし、行くぞ。楽しみだな、新しいステージ。新しいステージってワクワクするよね。それでは、クイヒロ、行って参ります。いい。はい、セーブします。お、お、低い鳥だ。あ、あれベホマスライムか。今爆弾岩、うわー、やっば。溶岩がもうなんかすげえことになってんのこれ。おお、天馬ちゃんだ。すごいね、やっぱり新しいステージ行くとなんか魔物が増えて嬉しいわ。あの、作らなくてもいいっていうね。あ、なんか早速あるよ。来た来た来た。いやー、 BGM がなんかもうなんかあれだね、熱いね。ポコンポコンポコンポコポコポコがいってる。おー、低い鳥欲しいな。ちょっと待って、うおー、来た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 。やべやべ、これ着地したらもう終わりだ、終わりだ。あ、難易度はそんなにあれだね。よし、ゲットだぜ。さあ、今日はどうするかな。まずは肉、そのまま投げて、で、いつも通りな感じでいきましょうか。バイキシオンして、レルカに打って、多分そんなに、うん、100枚貯めとくか、一応。うん、100にしとこう。なんかそんなにって言って、いつもね、最初、捕まえるときさ、全然だもんね。あー、なるほど、30か。まあまあまあ、そこそこですな。で、肉は一回節約しよう。ほんとにさ、今思ったキラーマシーンさ、これ乗ってさ、テンション貯めてさ、ライドアタックやったらさ、もう、勝ち確じゃん。あ、でもあれか。ワンパンで倒せなかったら、あれがあるんだっけ。ほら、ライドインパクト。これ、しかも全体攻撃なの。もう、神、神技じゃねえかよ。余裕ですわ。ちょっと、もう全クリしたってコメントが、いっぱい。何、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 何。みんながバーディーについて、すげえ突っ込んできてる。バーディーってあの鳥じゃねえのかつって。そうだよ、そうだよ。じゃあ、アリーさん名前つけてあげよう。ごめんな、勝手に使って。なんか、アリーさん、ね、モンスターに名前に合うね、なんか。いそうだもん。アリーさん見てますか？ようこそ、モンスターズの世界へ。いやー、強いね、低い鳥。これでホークブリザードと合体させて。てか、ホークブリザードが、どうやってさ、そんな、捕まえれるのかわかんないんだよね。あの、浮いてて、さっき見たら襲ってこないから、やっぱりなんか、餌に乗らないといけないのかな。まあ、こいつも楽勝でしょう。とりあえず、まあ、セオリー通りな感じで。もう、これの繰り返しですよ、いつも俺。バイシオン撃って、ルカに撃って、みたいな感じ。わ、ヘスティアさん、ヘスティアさんがいるじゃないですか。ちょっとヘスティアさん使いたい。俺、ベル君になりたいもん。あおう。おお。すごいな、あれ、いやらしいな。よし、行くぞ。頼むよ。ウィー。強いな。キラーマシンが強すぎるんじゃないか、これ。あら。三河足系かな、こいつ。100、余裕ですな。ヘスティア。ヘ、ハヒフヘ、ス、ス、ティ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 。あ、えい。あ、ちょっと待って。ヘスティアになってる。ヘスティア、イエーイ。なんかうちの放送にヘスティアさん多分3人ぐらいいるかもしれないけど、みんな見てますか。あなたたちは神様からモンスターになってしまいました。のね、あ、ちょっとリアクターでいろいろ見てみよう。これモミジか。おー、すごい季節感たっぷりじゃん。ちょっと BGM 騒がしいな。せっかくなんかね、紅葉したい気分なのにさ。あ、でも確かに紅葉と紅葉かけてんのか。気持ちの紅葉と季節の紅葉。
ちきしょう。まだダダ滑りだな、これ。なんだなんだなんだ。なんかいるぞ。え？なにこいつ？え？今日もふてぶてしく飛んでやがる。デスバーン。ほう、かっこよかったね、今。一瞬しか見えなかったけど。おお、誰だ？気がつくの遅っ。あれ？あんた、あんた、まさか。なんだ？戻ってきたのか、暗殺。え？戻ってきたって俺ここに一回来たことがあるのか？こうしちゃいないな。戻ってきたことみんなに教えないと。何ぼっとしてんだ？あんたが来なきゃ始まらない？なんだなんだなんだ？俺って歓迎される立場なのか、これ。ヒーローなのか、俺は。おい、みんな暗殺が帰ってきたぞ。おお、あ、ベスキングいるじゃん。そう、あのね、聞いて。ベスキングを誰に、成長させたらいいかわかんなくてね。なんかベスキングを使っていい配合ってある？もういっそのことをスライム、あのね、一応ね、スラミちゃん、スライム、スラミちゃんとかから来てたじゃん、こいつね。だから、スライム系統縛りでこいつは育ててたんですよ。でも、そろそろ限界が近くて、もう違うのにしようかなと。ね、種族を。本当に不死身っていう名前だったんだな。二つ名ついてたんだな。なんかダセーな。なんで俺不死身の暗説って言ったんだ。まずは長老に会って元気な姿を見せてやってくれ。長老どれだ？うわ、長老だな。苔生えてやがる、もうこいつ。場所は昔と変わってない。このマグマパークの一番奥。さーてと、どうするか。まずはじっくり観察だな。メガザルロック、ベスキン。うん。特に何もないね、でも。でもちょっと街の雰囲気とかが、若干温泉チックな感じしないか。あ、温泉じゃん。言うてるそばから温泉だったわ。これこれこれ。ここか。アンセスなのじゃな。やっと戻ったか。待ちかれ、なんか今にも死にそうじゃねえか、お前大丈夫か。長老、本当に長老だな。やけに時間かかったようじゃて。どこぞで道草でも。それともルキアと会っていたのか。お主を探すと言って旅立ったのじゃ。説明しちゃうんだ。ルキアは爆発したよ。ダークマスターもろとも。いやいやいや、もうね、ダークマスターは絶対着せるでしょう、これ。欲しいものをなくしたわい。ルキアのためにもマザーを倒せればの。しかし焦ってはならぬ。お主は特別。命ある限り何度でも挑めばよい。え？俺を、本当に不死身なのこれ。ちょっと待って。俺じゃあ、あそこで爆発しときゃよかったよ、俺が。なんでルキア俺をさ、助けた？不死身なのに。もう、ばあちゃん、本当に、ボケちゃってたんだな、じゃあ。自分はアンセスじゃない。これは、いことな？じゃあ、読めねえ。お主はどこからどう見てもアンセスじゃが。そうなんだよな。映像を見ても確かにアンセスだった。頭を打った。うん、記憶ないんだよ、俺。そんなに自分に自信が持てないなら、お主の相棒、バーディに話を聞くがいい。来た！あいつの顔を見れば、ちょいとボケた。お主の顔も、ちゃんと思い出すだろう。提灯のある家に住んでおる。あ、割と、平和なところで暮らしてんだな。温泉まで備え付けの。ここか。ん？どこだ？いなくね？あ、探しに行くのかな？もしかして今から。Hey、 マイホームにいるユウは誰です？こんなキャラだったの？ちょっと待って、想像と違うよ、なんか。もっとイケイケな感じじゃない？なんか、ある意味イケイケだけど。お、マイフレンド。おい、待って、泣きつくな。やっと戻ってきたね。バーディー、ずっとずっと待ってたです。リベンジの準備はいつでも OK？みがヘルプするよ、アンセス。なんかダメだ。コンゴが出てきた。コンゴじゃねえか、こいつ。おう、変なこと言いますね。シーエの顔忘れましたか？忘れた。コンゴです。目によって空フライ。ほんと、ダメだ。ダメだ。一回思っちゃうとほんとそれだ。さあが、マグマパークを出て、北にあるエルピス山。おう、
行くですよ。なんか美味しそうだね。カルピス出てきそう。エディピス山のてっぺんから空をフライトしてクエイと乗り込む。ごめん、まだ俺飛べることができないんだ。ここで空飛ぶ術を学ぶのかな。どこ行った？ん？どこ行った？外行ったのか。このね、上に登ってみたい。あ、宝ある。じゃあ今日はこの辺で終わっといて、次は、空飛ぶとこからかな。ちょっと一回外出てみようか、その前に。なんかこれですぐイベント出たらね、あれだし。おお、こっから飛べるってことか、本来は。これでふい、あらードーン巨人のドシン本当にゲームは楽しんでやるもんな感じだわ、これ。ん？あ、相当向こうだな。ちょっとじゃあ、カットで行ってまいります。カットじゃない。次の、ね、パートに行きたいと思います。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。